韓国っていう国に対しては他の国よりも好感を持ってる。韓国の映画で3カ国の俳優集まってこの作品を作るっていうことがまずすごい挑戦だなと思ったんですね。達夫というキャラクターが面白かったっていうことですね。純粛の幼なじみでありライバルであり、そのこの映画の中心である純粛をこういつもなんだろう、こう隣で、まあ、時にはライバルとして戦ったり、時にはこう上司としていじめたり、いろいろなこう2人のまあ関係性が変わっていくっていう映画だと思うんですけど、やっぱりまあ一番難しいのはアクションですよね。俳優という職業とアクションという職業は全く別物なんで、緊張が取れない日々が続きましたし、まあ、そういう意味で他の作品とは大きく違うこう言い方というか、紳士的というか優しい雰囲気はもう出てって、何かこう大変なことが起きてても笑ってる監督っていうのは今まで見たことがなかったんで、そういうタイプの監督をすごく新鮮でしたね。日本のスタッフとみんな集まってサッカーやろうみたいなことにはなかなかなれないんで、一緒にできてすごい楽しかったですね。特にイモゲさんとか、お互いがこう無理することなくお互いをこう尊重し合えて、すごく身近に感じますね。絵もすごいし音もすごいし迫力もすごいと思うんで、よろしくお願いします。